9分が削ることになりますね。自己ベストは20秒11、日本人の中では19秒台に一番近い選手だと思われます。そして、富士通なんですが、2015年のこの大会1位なんですね。ですので今回は3年ぶりとなる優勝を目指していると思います。まあ、リレーのね、メダリストというのもそうですね。ぜひメダリストの走りにも注目したいなと思います。それから原翔太選手も私もさっきインタビューの登場とね、ね、ということで、もうどんどん皆さんですね、どんどん応援メッセージ、and that's a lot of results. You can see 19 seconds and 90 seconds.